沙汰しております。いやー綺麗な駅舎だ。ここは熊本県熊本。今日は開幕早々から命の経費を使いまして170円、ホテルのね最寄り駅からこの熊本駅までやってきました。1週間普通列車だけで日本縦断の旅、ついに最終日ということになっています。地図を見てみるとこんな感じ。もうなんかこの縮尺で見るともう四捨五入でゴールしているようなものなんですが、ただこれ油断してはいけません。残りは約300キロ、こっからが結構難関なんですね。この特に鹿児島中央から最後ぐるっとこの指宿のあたりを囲い込むように走っていきます。指宿枕崎線、この本数っていうのも少なくて枕崎まではまだもう少しかかりそうです。まあ、ただ昨日とか一昨日のね弾丸ルートに比べたら、まあ、ちょっとは余裕持っていけるかなということで、いやーこの最終日ですね、九州満喫しながら、あとは命のね予算1万円を使い果たさないようになんとか頑張りながらですね、今日はゴールを迎えたいなというふうに思っております。ということで皆さん今日もよろしくお願いします。日本縦断第4日目から使っていたこの切符がついにねもうこれ使い果たす時が来るとは。鹿児島本線をさらに南に進んでいきます。8時1分があるな、よしこれに乗ろう。止まっております。最終日最初の列車はこちら。やっぱ JR 九州は個性的な形の車両っていうのが多いですよね。815系かな。座席とかもねバリエーションがあって面白いです。ということで終点の八代に到着。熊本県門司港から続いた鹿児島本線はかつてはね鹿児島中央まで続いておりましたが、今はここで一旦中断分断されているという形になっています。この先はこちら山積化されまして肥薩オレンジ鉄道、またこの通り僕の身長よりも高い縦看板がありまして肥薩線0起点八代駅というふうに書いてあります。本日からはさらに肥薩線という JR 路線も乗り入れています。この長いホームと、それからすごいこれは景観に配慮したファミリーマートがあります。京都とかにあるんですけどね、ここにもあった。すごい、何に配慮してるんだろう。なるほど、これ離れてみて分かりました。すごいわこれ、こうパッと見ファミリーマートが入ってると分かんないですからね。八代駅の立派な駅舎と、それから見事こうカメレオンのように同化に成功したファミリーマート、 JR 八代駅店があります。改札を出ましてですね、ついに盛岡から用いてきましたこの JR の切符、こちら使用済みということで役目を果たしました。ここからはこちらですね、肥薩オレンジ鉄道。ここから先の区間、旧鹿児島本線は沿岸部を通っていきます。ちょうどこの辺り、九州本土と天草諸島に囲まれた八代海が見えます。ということで今窓口ですね、すごいお得な切符があった。こちら
片道で行ったらね2200円ぐらい確かしたと思うんですけど、ワンデー乗れる切符ということで、これ乗り降り自由のねフリーパスにもかかわらず驚愕の運賃1500円で移動することができます。これはすごいな、ありがたい。止まっております。こちら視察オレンジ鉄道の車両、今調べたらねもっともっとお得でした。これこの仙台までで2600何十円したというところなので1100円以上安かったということなんですね。面白いのはあまりにもこの八代海の景色が綺麗なので、乗客の方がね皆さん進行右側に集結していらっしゃいます。絶景というのはね人を引きつけるというのがよくわかりますね。いやー最終日にして最高の景色を見ることができてるわ。すごいな、日本津々浦々で。北海道ではね海辺もたくさん通りました。内浦湾とか山に川に海にトンネルに、最終日にもね素晴らしい絶景です。ちょっと待って、これすごいよ。ということで列車泉に到着です。出るに水と書いて泉なわけですが、クルーズトレイン四季島がクルーズトレイン7つ星が止まっている。ピッカピカだ。これはすごい感動ですよ。セブンスターイン九州と書いてある。かっこいい。何色かがね表せないのがまたすごくないですか。何色って言われたらねこれ黒にも見えるし茶色にも見えるしちょっとねこう金色にも見えるんですよ。いやいつか乗ってみたいものです。列車は出発、オレンジ鉄道の区間さらに乗り継いでいきます。次はオレンジ鉄道の終点仙台まで。うわすげえ、これはいいもの見たな。絶景を見てクルーズトレインを見て、いや旅の最高の締めくくりですよ。これで枕崎到着できなかったらもうやばいですからね。はいどうぞゴール決めてくださいみたいな、そういうアシストを神が出してくれているようにも感じます。
はい、ということで時刻の方が11時23分です。いや、さっき泉駅に降り立った時はね、あの七つ星がいてパニック状態になってましたんで言及できませんでしたが、もうすでにね鹿児島県に入ってるということで、いやー、もうあと本当にラストスパートです。この分断された先、 JR 鹿児島本線の末端区間、鹿児島中央の文字をついに見ることができます。来ました、鹿児島県鹿児島中央、日本縦断最終日、12時17分。あったかいな、ちょっとあったかい。いやね、すごいわ。気温は摂氏13度ということになっておりまして、これもまた1週間この日本縦断中の最高気温ということです。最低はねマイナス8度ぐらいだったな、あれどこだったかちょっと忘れたんですけどすごい、もう肺までね冷気でやられちゃうんですよ。なんかね、立ってるだけで眠たくなってくるような、もう同じ格好してますからね、その時と、まあ、こうやってねこれを短期間で気温の移り変わりとか、またこれからおそらくですね、これから日の入りしていきますけども、見えている時間の長さっていうのもね注目したいところです。2004年に九州新幹線が部分開業、新八代からこの区間まで開業した時に駅名が西鹿児島から鹿児島中央に改められました。地元の方はこの鹿児島中央駅のことを中央駅と呼ぶそうです。鹿児島と呼んでしまうと、これ隣の駅が鹿児島なのでごっちゃにもなるんですね。九州に上陸してから鹿児島本線、そして肥薩オレンジ鉄道、また鹿児島本線と来たわけですが、キロポストっていうのは鹿児島本線基準でね、門司港起点でずっと続いておりまして、それがこちら396キロ、そして700メートル、その指標です。これこの先お隣の駅鹿児島まで続きます。立派な駅舎です、鹿児島中央駅はね。なんかこれ観覧車が備え付きなんですよね。大阪も確かこんな感じですよね。すごいところにあるな。でなんですけど、こちら切符見せるの忘れてましたが、これが日本縦断で使う最後の切符になります。仙台から目的地の枕崎の文字をついに見ることができます。ここから次の指宿枕崎線の列車の出発まで1時間ぐらいあるんですね。ここはもう全力で観光していこうじゃないかということで、まあ、今日はちょっと温泉も入れるかなと思っております。指宿といえば砂風呂なんですよ。砂風呂って皆さんご存知ですか？だから砂の中にウェットスーツみたいなのを着て入るんですね。そうするとこの砂が熱いんですよ。それで汗がめちゃくちゃ出てくるみたいな、まあ、そういうものがありまして、途中そこに行けたらいいなと思ってるんですけど、せっかくなんでこれ観覧車乗るか。観覧車アミュランっていうらしいです。すごい、大人は500円、購入しました。こちら800系のツバメが書いてあるわ。すごい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 。これね、なんか待ち時間が僕ゼロだったんですけど、これなんか他の観覧車と違う、わかりますか？こっちは白色なんですけど、こっち透明なんですよ。プラス料金とかなしでこういうの選択できたみたいで、丸見えですよ、これ下まで丸見えだ。すごいすごい鉄道を見ちゃったらもう僕ここからカメラ動かせないんですけど、こちら N100 系新幹線、 JR 九州西日本を直通していきます。水穂か桜かちょっと分かりませんが止まってますね。これから新大阪駅に向けて準備中です。この新函館北斗からずっと新幹線っていうのは続いていて、本当にレールはここまでなんですよ。すごいですよね。うわ、すごいわ。桜島のこの奥の方に見えてるのが大隅半島、頂上から眺める桜島、開聞岳とかも見えるんですよね、この奥の方。多分ここら辺だと思うんですけど、
日本にある活火山のうち約5分の1が九州に密集しています。まあ、そうすると温泉っていうのも多くなってくるわけですね。ということでもう少しで到着、まあ、これでね、あの桜島ちょっとまた見えなくなってしまいますが、これから乗る指宿枕崎線でさらに山々を見ながらですね、もう海岸線をピッタピタに走りながら目的地を目指すということになりますので、お楽しみはまだまだ待っております。いやー楽しかった。久しぶりに観覧車に乗ったわけですが、早速鹿児島の名物を食べていきたいと。もうなんかちょっと列車の出発まで時間がないんで、ここら辺で一番近いとこで、どれがいいかな、というかこれだ、黒豚料理行きたいですね。だとんかつとかあんのかな。命の予算1万円から捻出するんで、しゃぶしゃぶとかちょっと2000円ぐらいするけど、とんかつあった、1000円、あこれだったらいけるな。よし、これはちょっと行ってみましょう。マジで美味しかった。ちょっと想像以上にね、脂身がね、なんていうの、脂っこくない脂なんですよね、甘い感じで、うん、これご飯窃盗罪で現行犯逮捕でなんですが、ちょっと急がないと指宿枕崎線が本数少ないのに、あとね4分で出発してしまいます。この機を通して鹿児島中央駅からちょっと乗っていきましょう。ということで、ここで途中下車、時刻は15時30分になろうというところです。指宿市の中心駅、指宿温泉の最寄りの駅です、指宿に到着。ここまでは指宿の玉手箱と特急列車もやってきます。ポッカポカでね、列車の中でちょっとうとうとしてしまいました。なんといってもこの絶景、そしてこの素晴らしい天気、そしてね、心地の良い揺れ。列車は次の駅山川が終点。この山川っていうのは日本最南端の有人駅になります。だからこの先、山川より先っていうのが枕崎まで本数が激減、一気に減ります。ただね、これは問題ないということで、昨日大阪から熊本まで1日でね、普通列車だけで来ましたから、だいぶちょっと余裕があるんですね。ということで、この15時半、え、ちょっと待って、15時半、明るくないですか。ちょっとなんか違和感がちょっとあったんです。そうだ、やっぱこれ太陽が昇っている時間が長いですよね、どう考えても。とりあえずこの枕崎では、さっきも言った通り砂風呂に入ります。そのために予算もしっかり残っております。指宿駅、この駅舎、鹿児島県内有数の観光地です。すごい、こちらですね、指宿温泉郷砂蒸し会館というところが 1.5 キロ先にあるので、ここに行こう。これはすごい、温泉旅館とかホテルがたくさん密集しております。
約3分、これはもう歩いても全然来れる距離だ。140円払いまして、こちら砂蒸し会館砂楽、1000万人にも入った、すごいな。天然の砂蒸し温泉、これ日帰りでもね楽しむことができます。そしてこの海岸をずっとそっちに行くと、まあ、砂蒸し場があって皆さん入浴されてるんですが、ちょっと映さない方がいいと思うので、ここだけ、ただ見るとね、分かりますかね、湯気が出てるわ。あ、すごい、あったかいんだな、これどういう原理、地熱ってことかな。え、これはなかなかないですよね、海岸沿いでこんな感じで砂浜から湯気が出ている。はい、ということで、いやーちょっと待って、すごい、なんかね、のぼせたな。値段は1100円と、タオルがね200円だったんで1300円で入ることができたんですけど、まず浴衣を渡されるんですね。でそれからタオルを持って行って、こう首の方に巻きまして、砂をねこんな感じでかけてくださいます。これ結構重いんですよ。でそれで10分ぐらいねこうやってるわけですね。そうするとポカポカしてきて、なんていうのかな、温まり方がね多分中から来るようなイメージですね。なんかだからね、これ注意書きにも書いてあったのは、低温やけどが、まあ注意してくださいって言ってました。これっていうのは熱っていう、そういうやけどではなくてね、じっくりじっくり中から温まっていくんで、気づいたらのぼせてるっていう現象が起こると思います。今でも出たら45分待ちになってた。すごいお得な時に行きまして、これ45分待ちだったら僕次の列車間に合わなかったんで、いや運が良かったな。帰ってきました、指宿駅。今時刻17時9分ですからね、やっぱ17時の天気じゃないですよね、この明るさ。どうでしょうか皆さん。いやすごい、今ちょっとありがたいことにですね、指宿の係員さんにこのまま切符を見せたら、サニーさんですよねっていうふうにおっしゃっていただきまして、いや嬉しいな。これはちょっとね、ここまで来といて、あのもう終電とか逃してね、日本縦断できませんはもう許されないですからね。うわー来た、白に青帯、キハ47かな。ご乗車ありがとうございます。この列車は桜崎駅ワンワン列車です。いやこれ以上の風呂上がりありますか。ないでしょう。もうあと少しで JR 最南端の駅、西大山に到着です。ここで一回また降りようと思います。せっかくなんでね、やっぱ最北端の稚内から来てますから、最南端、ここも降り立っておきたいですよね。最南端の駅、西大山駅に到着いたします。西大山では後ろの車両などは着いた、すごい、観光客の方がたくさんおられましたけど、僕鉄道で列車に乗ってこの西大山に来るのは初めてのことです。案内でも JR 最南端の駅と、そういう放送がかかりました。すごい大にぎわいです。いやこれ綺麗だ、確かに。なんか青春18切符のポスターにもなっていましたよね。来ました、 JR 日本最南端の駅、西大山駅です。鹿児島県の指宿市、7日間かけて北海道を稚内から来ましたから、いやちょっと感慨深いものがあります。いやまだこれゴールではないんですが、謎の達成感です。いやここにも看板がありますよ、 JR 九州指宿枕崎線。まさにこの僕が出発した最北端の駅は稚内、ここから普通列車で旭川を通って、こう通ったな、で札幌まで行って、そしてこの下の方を通って函館本線通って、でフェリーでこうピュッと行きまして、ぐーっと来たわけです。最西端が佐世保、それから最東端は東根室駅ということになっています。この動画では最東端は行ったことがないですよね。この形見ても分かる通り、この開門岳は薩摩富士とも言われます。いやーこれすごい、結構身長高いこれ。クリスティアーノ・ロナウド のヘディングの高さぐらいある。時刻表をちょっとね見てみると、指宿枕崎線こんな感じになっています。西大山からの時刻表なんですが、枕崎方面が1日に 1,2,3,4,5,6,7 本あるんだな。今僕17時33分ので来たので、1時間20分後に来るということです。思い出の音がありますよ、駅の音が。おこれどっちか、これか、ここから開けて、すごい、回覧板を撮るとき思い出しますけども、皆さんのどういう経緯でここに来たかとかね、そういうものを見ることができてすごい楽しいんですけど、
これはね、見つけたら僕も絶対書くようにしています。よし、僕の携帯電話のね番号書いておいたので嘘ですいや、これ何がいいかってね、何年後かに来た時に見返せるんですよ。そうするとね、こう秘境駅に行くたびに過去の自分からねメッセージが届くというね。僕はね、未来への手紙のつもりでこの駅ノート書いておりますが、もう太陽が沈んだかな。時刻は18時4分。さっき天気アプリで見た日の入り時刻っていうのが18時1分だったので、もう日の入りをしているっていうことなんでしょうね。あっという間に暗くなった。ちょっとひんやりしてきましたね。いや、すごい、なんか日が落ちると急に周りにあまり建物がないことに気づきます。こんな感じ、まあ、明かりはないことはないんですけどね、全然。ただまあやっぱり高いビルとかそういうものはねありません。さあ、これであとは次に来る列車、もうあと20分ぐらいで来ますが、日本縦断最後の列車に乗って終着、最高到達点枕崎を目指していきたいと思います。稚内を出発してから約3100キロ、その長い旅ももうそろそろ終わりを迎えようとしております。時刻は18時52分。うわ、軽いな。この独特の音を立てながらキハ47ワンマンの普通列車が到着です。いやー、絵になるな。バイバイ西尾山。すごいな、本当あっという間に暗くなった。ここから先約1時間くらいかな、終点枕崎まで走っていきます。ご注意ください。終電を逃したりしましたが、なんとか1週間でたどり着くことができました。すごい、初めて来たよ枕崎の駅舎。すごい、線路が行き止まりになっています。稚内から1週間僕は線路の行き止まりを見るということはありませんでした。北の大地北海道、稚内から線路を極限までたどってきたらここに通じているわけです。ついにその車止めが姿を現しました。すごい、ここにはまたヤシの木を見ることができまして、こう駅舎の中に入っていこう。おお、うん、あ、すごい、おお、びっくりした。倒れてくるんかと思った。これあれですかね、あの不正乗車してる人いたら、これ持ってるなんかバットみたいなやつでぶん殴られるんかもしれないですけど大丈夫です、僕はちゃんと切符買いましたからね。あ、すごい、これ古代ローマの神だ。僕神をちょっと今なんかバットでぶん殴るとか言ってしまって大変失礼しました、すいません。でもこんな感じで非常に綺麗ですね。おわ、ここには思い出ノートがあります。これもちょっと後で書こう。駅の外に書いてあった歴史表みたいなのを見ますと、2006年にホーム自体が100メートルぐらいちょっとこっちに指宿方面に移動されたらしいですね。2013年にこの新しい駅舎が完成したと、そういう風に書いてあります。まあ、鉄道という字に着目してみるとね、あの金を失う道って書くんですけどあ、確かにその通りだな、気づいたらお金なくなってたなと。この1週間は普通列車だけを乗ってきましたんで、結局乗車券全てを合わせても3万円いくかいかないかくらいで済んだんですが、まあ、これ制限を解除してしまいますと大変なことになります。お、エンジンを吹かせてキハ47
約5分でもう折り返し、 JR 最南端の駅からおそらく鹿児島中央方面に向かいます。普通列車が出発です。ちなみに言い忘れていたんですが、今日のお宿ですね、これさすがにこれよし達成って言って野宿するわけにいきませんので、すいません、ちょっと動画で残してなかったんですが、こちら枕崎ステーションホテル、枕崎ホテルで調べたらこれしか出てこなかったんですよね。他の多分あると思うんですけど、駅前には見た感じこのホテルだけかな。電話で予約しまして、まあ後で領収書をお見せしますが、6000円弱ぐらいで泊まることができました。で今回予算まあギリギリではありますが、なんとか予算ないということでよかった。おお。ということで再び枕崎駅にやってきましたけれども、僕の方から枕崎行き本日最終列車が到着です。この駅から出発する列車に関しては、先ほど僕が乗ってきた列車の折り返しということで、もうすでに最終列車は行ってしまっております。いやこのね、普通列車日本縦断旅やってみて、さすがに僕までこれ初めてだったわけですけど、とても楽しかったですね。日本縦断でもしないと通らないところっていうのを通っていきますから、そういう意味でね、たくさんの発見っていうのをすることができました。最近では新幹線とか、それから航空機の発達で都市と都市の移動っていうのはとても便利になっています。最近で行くと九州新幹線、また新ルートが開業とか言っていますが、どんどん移動っていうのが便利になっていけばいくほど、このようなゆっくりとした列車で行く旅っていう、その価値っていうのがね、上がっていくんじゃないかなというふうに思います。そんな中でこうゆったりとね、なんというか言い方は悪いですが、今回の旅に関しては稚内から枕崎、目的地は枕崎だったわけです。目的地枕崎のためにいくつ目的地をね経由してきたかということなんですよね。その途中途中で目的地に通るまでに温泉に入ったりだとか、また美しい景色を見るとか、そういう経験ができたっていうのは、ある意味では予期せぬ発見ということで、とても楽しかったです。この動画が上がっている頃っていうのは、おそらく青春18切符のシーズンだと思われます。 JR 全線が使える非常にお得な切符になっています。こんなに別に日本縦断とかそんな極端なことをする必要はないんですが、ちょっとこう休日とかね、暇が空いた日にフラッとお得な切符で、前から予定していた移動を兼ねたり、また行きたかったところに行くんでもいいですが、ゆっくりとした旅をするっていうのもいいのかもしれません。今回は1週間普通列車だけで日本縦断の旅ということで、見事ですね。いろいろありましたが、たどり着くことができました。またね、たくさん企画は考えておりまして、さまざまな形で、鉄道のみならず日本の公共交通っていうのはやっぱ面白いですから、たくさんこの動画にしていきたいなというふうに思っております。この動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ということでチェックインしてきまして、いやもう素晴らしいお部屋ですね。何より徒歩1分とかですからね。もうそこから枕崎が見えております。こちらですね、確かに5600円ということで完了しております。ちょっと待って、やばいやばいって、笑い事じゃないですよねこれ。一応ちょっとほっぺつねっていいですか。あ、痛い。一応もう一回つねっていいですか。痛い、やばい、どうしよう。この駅最終電逃してしまった。ちょっと笑い事じゃないんですけど全然。あ、明日は普通に1万円使える、うん、でその代わり電車乗っていく区間あるやん、普通に、うん、タクシーのとこまでやるか。あ、ごめん、一応、電車じゃなくてその区間をまた乗ってくださいっていう話で、まあ、うん、それだけでは面白くないから、うんうん、おうおう、それだけじゃ、まあ、罰ゲームというか、罰ゲーム、みそぎ的なものを考えた。じゃあ、まあ、みそぎ、またこの旅の最終日に、おうおう、あ、言って発表、最終日に発表。あ、もしもし。あ、お疲れ様。田中さん、お疲れ様です。先ほどですね、はい、無事、1週間普通列車日本縦断の旅終わりました。終点枕崎到着です。はい、終わりました。お疲れ様です。ありがとうございます。一応約束ということで、はい、まあちょっと1回僕やらかしましたから、2日目に。そうですね、はい、まあちょっとそこ寛大な心で、まあちょっと許していただきまして、はい、はい、まあ、みそぎの方をちょっとちゃんと受けたいなと思っておりまして。なるほど、はい、はい、言ってもらったらもう僕それやるしかなくなっちゃうんで、くれぐれも慎重にお願いします。だから言ったらそれ僕やらないといけない、それだけ一応言っとくわ。大変なことになるんで。じゃあ、もう考えてあるんですか、ちなみに。あ、一応考えました。はい、考えてますか。考えました。日本縦断してもらったやんか。はい、そうですね。で、はい、そのなんか途中でこう中途半端な部分があったりしたわけですか。中途半端、まあ頑張りましたけどね、結構。まあ頑張ったと思うんですけど、中途半端な部分が見えたと思うんで、はいはい、もう一回日本縦断、もう一回日本縦断、もう一回日本縦断、はい、っていうところで、はい、まあ手段を変えていこうという、手段を変えていく、はい、おう、でまあ君車運転できないか。できないね。ということで、はい、僕が考えましたのは、はい、路線バスで日本に。何言ってんの、存在しない日本語ですよそれ。路線バスで日本に、路線バスで日本縦断。これやっぱ結構交通って結構発達してるやん、日本って。はいはいはい、多分できる気がするんですよ。なるほどですね。なんで頑張っていただきたいと思います。はい、はい、というわけで皆さんどうもご無沙汰しております、三十でございますけれども、ここは日本最北端の駅、北海道稚内駅に来ております。いや寒い寒いな、すごいですね。なんか